まあ一番気になるトピックといえば、やっぱり WHO のパンデミック条約、パンデミック合意というのが正しいのかもしれないんですが、まあ、パンデミック条約、そして IHR、まあ、国際保険規則の改正ですね。えー、この2点、そしてそれと連動するかのように今、決まろうとしている地方自治法の改正ですね。もうこれ、僕はワンセットで連動して動いてるんじゃないかなと思います。そして地方自治法の改正は、閣議決定が決定したと。 まあ,あとは最終ですよね、国会で。これ、た、まあ、多分通ってしまうだろうなというふうに思います。あんまりその議論、ちゃんとされてるのかどうかもよく分かんないですよね。スルスルスルっと、まあ、どん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 トンドン拍子に前に話が進んでいるような気がしています。で、地方自治法の改正、改正っていうのは何を改正しようとしてるかっていうと、まあ、いろんな項目が多分あると思うんですが、その中のやっぱり大きなことは、 やっぱりいろんな緊急事態があった時とかにはですね、えー、本来は国と地方自治体は対等の関係なんです。だから、えー、と国はこういうふうにしましょうねっていうことは、えー、推奨はできるんだけれども、最終的にどうするかっていうのは地方自治体で決めることができるんですね、ある程度のことは。うん、どっちが上か下かじゃないんですよ。だから今回のパンデミックでもほとんどが国の指示に従ったんだけれども、自治体によっては、泉大津市の南出市長は、 いろんな対策を、ね、講じたわけですね。例えば子どもには一斉にあれを送付しなかったりとか、えー、いろいろ警鐘を鳴らす、きちんと自分で判断してくださいねっていう動画をアップしたりとか、まあ、いろんなことをやって、えー、みんなに、ね、きちんと考えてくださいねっていうことを啓蒙活動されてたんですね。本当に素晴らしいなというふうに思います。えー、しかし、えー、これ、地方自治法の改正が通ってしまうと、国が緊急事態の時に地方自治体に指示ができるようになってしまう。 法的義務を負うように、負う指示ができるようになってしまうっていうのも盛り込まれているんですね。そうなると、接種券、全券送付してくださいねとか、まあ、例えばですよ、何をするかわかんないんですけど、まあ、そういうことを、えー、国が決めて、それを地方自治体に従わせることができるようになってしまうんですね。そうすると、例えば自治体で、いや、うちの市は、えー、ちょっと考え方が違うなと、それって国のやってることおかしいんじゃないかなとか、 それ、うちの市民を、県民を守るためには、それはちょっとやりたくないなって拒否ができなくなる可能性があるということなんです。だからこれも全体主義の流れですよね。日本全部を一つのルールというか、指示で統一でき、コントロールできるようにしようということなんです。緊急事態の時に。 えー、WHO が進みようとしているパンデミック条約や IHR の改正も同じ図式で WHO を筆頭に決めたことを今までだったら WHO は各国加盟国にアドバイスだったりとかこういうふうにするといいですよっていう推奨だったりとかお願いだったりとかそういうことはしてきたわけですね。 それを受けて、その国ごとがどういう自分の国が対策を最終的に取るかっていうのは、当然ですけど、その国に主権があるので、その国が決めていたわけです。もちろん今回のパンデミックはいろんな大きな力が働いているので、働いたので、WHO は決めたことが、もちろん強制じゃなくてもそれに従う国が多かった。るまる1つ取ってもそうだった。 ですけれどもただ一応 WHO は強制する権利はなかったわけだし、えー、国が最終的にどういう方針を取るのかっていうことを決めることができただから、えー、スウェーデンとかは、まあ、よく集団免疫路線を取ったというふうに言われていますが、えー、なるべく、えー、強いロックダウンとかをしないとか子どもたちの学校は通常通り子どもたちを守るために、えー、学校はそのまま再開するとか。 そういうことをやってる国もあったわけですね。もちろん国によっても全然今回も違ったわけですよ。感染者数も死者数もね、全然違った。ヨーロッパやアメリカは最初のひどいことになってた。だけど日本はなぜか少なかったんですよね。2020年は。感染者数も死者数もめちゃくちゃ少なかった。まあ東アジア全般少なかったんですよね。で、なんで少なかったか、まあいろんな意見は出てるんですけれども、ひょっとしたら土着のコロナウイルスに対する免疫を持ってたかもしれないし。 もしくは上久保先生が言ったように、す、え、で、ー、に2019年から新型コロナが日本にも流行していて、アジアには流行していて、えー、そこで免疫を持っていたのかもしれない。まあ、何かわからない、ファクター X というふうに言われていた,いたりしたんですけども、何らかの理由で日本は感染者も死者数も少なかったわけです。だから国によって違ったっていうことも一つなんですよね。だから、国によって違うっていうことは、国によって対策を変える必要もあったりするわけじゃないですか。 だけど、そういうことが、まあ、ワンヘルスっていう言葉じゃないんですが、一つ、世界一つ、一、えー、全部統一していくっていう、まあ、全体主義の流れの一環として、えー、パンデミック条約や IHR の改正によって、WHO が決めたことを、えー、各国が、えー、従わなきゃいけなくなる。うん、指示ができるようになる。で、それが、その内容が法的拘束力を持つっていうふうになってるんですね。そして、えー、それを受けた国は、 その WHO が決めたこと、パンデミックの時起きた時に、そういう指示を出すと、そうしたら、その国はですね、それに従うようにしなければいけない、法的拘束力を持っているわけですから。で、必要であれば、日本の国の法律もそれに合わせて変えていかなければいけませんよっていうふうになってるんですよ。だから、WHO が決めたことに、日本という国が従わなきゃいけなくなる。 だけど、日本という国が決めたことは、今までだったら日本と地方自治体は対等な関係だったので、それを強制できなかったんだけど、えー、地方自治法の改正によって WHO が決めたことがあ、えーと、日本の国が決めたことを地方自治体に指示、えー、ができるようになる。法的義務を,義務を負った形で、えー、やりなさいよっていうことを言うことができると。従わせることができるようになるということなんですね。だから WHO をトップにして、国が来て、 自治体、地方自治法の改正、これがきれいに揃うわけなんですね、素晴らしいですね、もうよく考えますよ、本当に。だからこのパンデミック条約と IHR の改正というものは、なんとかして止めた方がいいと、僕も心から思っています、で、今年の5月に WHO の総会がありますので、そこで決め,決めたいという流れで来てるわけなんですね。 パンデミック条約は全体の3分の2、えー、IHR の改正は過半数が賛成すれば通ってしまいます。本来であれば、こんなに大きなことだから国会で審議されるべきことなのに、えー、これは国会の審議は必要ないということはが上川外務大臣がこの前、国会の答弁で言ってました、立憲民主党の原口克弘議員が質問してましたね。ここんなな大事なこと え、これ法律に関わるようなことだったりとか、え、大平三原則ということを言ってましたけれども、そういう重要なことに関しては、え、国会のね、承認を得なければいけないっていうことがルールとしてあるのに、え、なんでこれは国会で審議しないんですかって。そうしたら、いや、WHO 検証というものは、WHO と日本がもう何十年も前にですよ。え、もう締結してると。その時に国会の承認は得てますよと。だから、 それが有効で内容を書き換えたりとか新しい条約合意を作ったとしても別に新しく国会の承認を得る必要はありませんということをはっきり言ってるんですよ内容によっては日本の中の法律を変えていくっていうこともまあお願いすることになると思いますっていうことをはっきり言ってるんですよだから日本が自分たちのことを守るためだったりとかいや WHO のことを言ってることをちょっとおかしくないって 日本の国はちょっとこれやめたいよねっていう時でも、えー、言われたことに従わなきゃいけなくなっちゃう可能性があるわけなんですね。そんな大事なことを国会で審議、えー、しなくていいんですか少なくとも国民が選んだ国会議員さんたちが話し合って進めた方がいいよね、締結した方がいいよねとかってね、えー、なったなれば、まあそれでも嫌ですけど、なればま,たまだ100歩譲ってこの民主主義の国としてね、なんか流れとしてはわかるんですけども、それすらもさせないんですよ。 じゃあこれ誰が交渉してるんだってことじゃないですか。国会議員じゃないんですよ。WHO のパンデミック条約とか IHR のことに関して、えー、やってる人たちっていうのは日本の中で。後ろ側でこう大きな力が働いてるってことなんですね。だから原口和弘議員、国会議員ですら日本がどういう提案を WHO にしてるか、えー、非公開になっていてわからないんですよ。だからめちゃくちゃ不透明だらけなんですね。怖いことだらけなんですよ。 だから、それすらも非公開にするって言ってるのに、透明性をね、大切にしますとかって言って、もうめちゃくちゃ言ってることがね、矛盾してるんですよね。うん、これはやっぱり多くの人がこの問題意識に気づいて、多分これ、パンデミック条約とか IHR の改正だけじゃなくても、もこういうことがいろんなところで行われてくる気がするんですよね、この全体主義の流れとして。だからそれで、えー、なんあーだこーだ、裏道を通るような形で、国会の審議をしないような形で、 通っていくもしくは LGBT 理解増進法の時はそうでしたけれども,もう力技みたいな感じで、えー、通してくる、えー、これでどん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 いろんなことが決められていってもう,もうわけわかんない状態になっていくっていうのが、まあ、流れとしてはもうほんと最近の流れが、えー、こんな感じですよね。